こんにちは。アマゾン輸出サポーター、堀秀夫です。今日は生態師に人気の副業ということでね、えー、お伝えしたいと思います。生態師の副業。アマゾン輸出を教えていて、副業で取り組む人に目立つ職業があります。それは生態師生態師の悩み。集客がきつい。リピーターがつかない。 体力勝負。体を使う仕事がしんどくなってきた。ストレス。特に年配のお客様。クレームが多い。まあ、こういった悩みのおかげで、腰痛やストレスで辞める生態師が多いと。一方、アマゾン輸出の魅力。集客はアマゾン任せ。商品を送るだけで売れる。体力はいらない。買い物した商品を送るだけ。生態の役の入っていない隙間時間で、 商品探しをして買い物するだけ。クレーム対応も Amazon 任せ。Amazon で稼いで、客を選べる生態師になれば、生態師もお客もハッピーと。生態師の悩みが、ズバリ、Amazon だとすべていらない。そしてね、予約が入ってない暇な時間に商品探しをして買い物するだけ。こういった理由でね、えー、物販に魅力を感じていて、Amazon 出を始めるという生態師の方が多いです。 ある生体師の先生がアマゾン室を始めたきっかけ。これインタビューの内容を記載します。生体師、y o 様。アマゾン室を始めたきっかけは、集客が思うように伸びず、経営状態が赤字になっていて、経営セミナーや新しい技術を学ぶためのセミナーに何度か参加しました。結局、集客にはつながらず、広告に価格を安く出して、 集客してもリピート客にはならず、疲弊して、疲労していました。何か副業を探していた時に、アマゾン輸出を知って、アマゾンでの物販は、体力や特別な知識も必要なく、すぐ始められるし、日本人があまり手をつけていないのでチャンスだと思いました。ということで始めました。そしてどのようなものを輸出していますかこれ商品探し。私の方でね、こういう商品いいです。ということでね、えー、探した商品。 まあ、UFO キャッチャーで取れるぬいぐるみ、あるいはガチャガチャで出るおもちゃゲームや、おもちゃやゲームのキャラクターのフィギュアなど、まあそういったね、ええー、まあ本当になくてもいいけど、まあ欲しい人は欲しいと。海外だとなかなか手に入りにくいものを輸出していました。まあ、結果、えー、11,733ドル、いい時はね、このぐらいまで行って、まあ3ヶ月以内で、まあどんなものを売ればいいか儲かるのが分かった。 今月の売り上げが100万程度、利益は40万。大したクローンもしないのに月収が2倍以上になって驚いていました。本当にやってよかったです。という感想をいただきました。何しろ、日本に住んでいて、日本に、日本で買い物ができるというのはね、アマゾン室で必要なスキルの大部分です。日本に住んでいるのに、アマゾン室をしないのは大損です。ここをクリックして、オーストラリアアアマゾン室、 チャットサポート特別モニター募集ページを見てください。今動画で見てる方はここクリックできないんでね、動画の説明欄に URL が貼ってありますんで、そちらで特別モニター募集ページを見てください。Amazon サポーター、堀秀夫でした。